母が46歳になるんですよ、はい、46本花を買いたいんですけど何買ったらいいですかね。46本普通まあカーネーションなんですけど、あと母の日ってこともあって欲しいんですけど、何が一番喜びますかね。お母さんの好きなものです。それはもう答えがないんですよ。普通のお母さんはカーネーション好きなので。あと混ぜますか何か。カーネーション使うなら花言葉も感謝の意味逆さにしないように思って。ああ分かりました。はい、ございます。ということでカーネーションを46本買いました。あと1個はなんか別の花らしいんですけど、これお母さんにあげたら喜びますかね。だってカートン何のことや分からん超えてらした。はい、誰にあげれ。お母さんか。そうっすね、喜ぶわい。だいぶするやろ。ほんだけほらお母さん喜ぶ。綺麗な花ばっかり。おばちゃんに1本あげましょうか。せっかく買うていらしたもののお母さんにあげれん。ああそうっすか。うちの子らも男の子ら3人おるけどな、もう遠いとこにおるさけに。遠くにいても繋がってますよ。はよ持っていってあげまし。あ、持ってきます。お年いくつですか。あ、年か86か。はや90になる。時代を3つ超えてきたわけですか。まあ元気やさけ喜んでおるけど、いつもありがとうって言ってあげる。本当に迷惑かけたんで。でも去年車買ってあげたんですよ。こんなおばあちゃんここまでどうやって来たんですか。バスで来たんやけど待っとるけど。早くお家まで送ってあげましょうか。だねわにゃんって気の毒やもん。元気でね。ねえほんと生活の邪魔。なんでそういうことするん。何がや。ふざけんなって。私から自由の生活を奪わないでくださいね。何しとったん。勉強。花束を買ってきました。もうまえちゃんにプレゼント。ブーケットだよ。ファーって言って。まあお前結婚できねえからな。結婚する人が少なくなってきてるけど、妹子の夢は素敵な旦那様のお嫁様になること。それが妹子の一つの夢でもあります。絶対に叶いません。叶います。どうやって誰とするの。イケメン様だ。今日は何日ですか。5月12日母の日です。おお。お母さんも46歳になって母の日です。去年クルバあげたよね。そう300万のホルクスワーゲンやろ。いつも妹子とお兄ちゃんを見守ってくれてありがとうございます。で手紙も書きました俺。おお。ちゃんと便箋に手紙も書きました。ほら絶対ママ喜ぶと思うよ。ママを泣かしちゃいんよ俺は。泣かせよ一緒に。あてか前も買ったしあげたし。何あげたの。ピアス。お母さんにはもう俺らの頭が出てくる時からもうお世話になってるから。そうだね。皆さんもらったことありますか。私は未だにありません。卒業式とかによく100本のバラとかあげる男いますよね。ちょっと私寒くて無理ですけど。大丈夫お前には誰もあげんから。お友達の結婚式でブーケを受け取りたいです。こんな大きなブーケ受け取れたらどんな大富豪のゾゾタウンの社長とでも結婚できるのかな。楽しみだな。中身も見るけど外見もやっぱり大事だと思う。よく内面が大事って人おるやん。外見から入って内面を好きになったけど、綺麗事やな。内面が大好きってだってさ、そんなさ身だしなみ汚い人とかやったらもう生活感なさすぎて好きになれないもん。だそういうことよ。じゃあお母さんにあげようか。うん。どんな反応するかな。絶対喜んでくれると思うよ。やった。皆さんこの動画の高評価よろしくお願いします。じゃあお母さんおる。なよどうしたの。ちょ渡したいものあるげん。なよなんか待てゴキブリか。ちょっと待って。なよ手紙入る。もういいって早くどっか行って。ちょマスクつけて。今日は日曜日なんでよ。もうめんどくさい。もう酔っ払っとるねんて。ねえ前何しとらん。マイコじゃあ渡してあげて。何マイコ何いつもありがとう。なよえ、なよマザーズデー母の日ですか。あとお母さんの46歳の誕生日を込めて。え、46歳の誕生日終わったよもう。うん、終わってんけどもうそれ同時に。え、いいのおめでとう。え、何46本あるとか。カーネーション46本ある。え、めっちゃ綺麗。嬉しい。いつも世話になっとるから本当ありがとう。本当世話しとるわ。うん、疲れる毎日。わざわざママのために買ってきてくれたの。うん、たまにいいことするね。ママ人生で花束もらって初めてね。あ、そうなん。めっちゃ嬉しい。本当よ。彼氏にもらったことないないない。暴走族の彼氏にはない。だから暴走族の彼氏って暴走族辞めてから彼氏になっとるからね。あ、元暴走族の彼氏がおったやん。そうそうそう昔やよ。でもあなたも元暴走族やったわけやろ。違うわいね。めちゃくちゃ嬉しい。それだけじゃないね。今日ね手紙も書いてきてん。誰が。俺が。あと手紙書けたん。書けるわ。いや字書ける。そこまで知能数低くねえわ。え、何書いてくれたの。便箋に書いてちゃんと読みます。花束ももらったことないけど人に手紙も書いてもらったこともないやん。読みます。はい。お母さんへ。お母さんに手紙を書くのは初めてですね。少し照れくさいのですが今日は母の日ということもあり僕の気持ちを書いてみました。お母さんには今までたくさんの心配と迷惑をかけてきましたね。動画のことではもちろん日々の生活サイドに関してもいつも僕のことを思い必死になって正そうとしてくれましたね。それなのに僕の甘えやいい加減な性格が原因でお母さんの気持ちを裏切ってしまいいつも困らせてばかりいます。
だけど僕は決心しました。もうお母さんを泣かせるようなことはしません。これからは自分の行動にきちんと責任を持って生きていきます。そして早くお母さんのことを安心させたいです。少しでも親孝行できるように頑張ります。いつか家族みんなで海外旅行や温泉にも行きたいですね。どうか楽しみに待っていてください。僕が一人前になるまでにはまだまだ時間かかると思うけど、どうかそれまで見守っていてください。お母さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。高畑涼。めっちゃ嬉しい。本当にありがとう。ありがとう涼。そんな思いで追ってくれた、うん、これママこの手紙宝物にするし棺桶の中に一緒に入れて。入れるわ。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図やプリスでて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパスになるから。今を越え僕らは走る。一生に一回しか書いてくれん手紙じゃない。いやもうこれからも何枚でも書くって。そんな棺桶に入れるとか言わんといてまだ長生きしてほしいし。ありがとうママいつも。本当にありがとう。去年車あげたやん。次マンション。次マンションか。あ、じゃあもう来年マンションあげるわ。本当にガチで。ありがとう。もう絶対親孝行するから。マヨ、うん、みたいなぐうたら娘がおって大変やと思うけど、いつも優先して考えてくれてありがとう。大好きママ。ママもマイ大好き。うん。本当に大好き。これはまあ好きよ。なんかすごい対応変わったけど今。いやでもあんたら覚えとかな。うん。これからママに親孝行とかママのことを楽にさせてあげたいとか言うけど、親って言ったら子供に何かしてほしいなんて一つも思ってないねんよ。親って言ったら子供が幸せになるために頑張っとるんや。ああ何かをしてほしいと思っとる親なんておらんよ、うん、ねえ見返りなんて求めとる親なんておらんよ。それは親じゃないわ。親って言ったら子供が幸せになってくれればいい。自分の親のこと考えなくていいから自分たちのことだけ考えて自分の行動に責任持ってしっかり生きていければいい。親のことは考えなくていい。わかった。もうなんかもう本当にいい人やあんたもう。だって本当よ。それってそれは親の気持ち。もうお母さんがお母さんでよかったもん。その暴走族と付き合ってた時はどんな感じだったん。え普通よ。どんな普通って。バイクの後ろに乗ってイエーイみたいな。えでもイエーイってどういうこと。えなんか行けみたいな。マンジーとか。あんなことマンジーって言葉なかった昔。じゃあ昔はどんなんやん。おまわりさんバイバイみたいな。あの日ピーナッツやる。なんて。母の日ピーナッツやる。やればじゃあ。いくよ。バージョン違うわ。母の日ピーナッツ。それは面白い。